ヘイチョンチャンネルで僕らは育った。ヘイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ヘイチョンチャンネル。ヘイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラーパラッパラー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 。はいはい、あのね、すごいですよ今日。それこの間ね、朝ママから電話があって、いや今ちょっと急に電話した理由なんだと思いますかっていうか、知らねえわ。なんどうしたの？オリンピック見てて、スキーのジャンプ、みんなケイチョンポーズに見えて嬉しくなって電話をしたっつって。これそんな最初の助走ね。そう、助走。確かに確かに、こうやってやってるこれでずーっとほっしゃーって見て、確かにね。やったらどうですか今度。今度大倉山かどっか行きましょう、札幌。やったよ。今日あれです。え、久々のケイチョンショッキング。あ、今日そうかい。今日そうかい、そうです。じゃあオープニング違うじゃねえか今日。そう、でもね、うん、オープニング雑だって言われてました。いや、あのね、雑というか子供がもうやりません。そうそうそう、あでしょ、最近子供がケイチョンチャンネルの歌を歌わなくなりました。ちょっと雑になってませんかみたいなのがちょっと出てきましたね。やめてね。だから今日ちょっと勢いがあってのかなと思ったんですけど。ああ、まあまあそれもあるし、ちょっと気になってた部分もあるし、大切な部分ですから。大切な部分ですね。こんにちは。こんにちは。いやー、めっきり寒くなりましたね。そうですね。なんか都内の方ではものすごい積雪だっていう噂ですよ。そうですね。終わりですか？終わりなんですね。はい、あ、よかったです。ということで本日はネルソンズさんの紹介でおることです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうも、レインボーと申します。よろしくお願いします。どうもー。いやー、ありがとうございます。レインボー、はい、レインボーですよ。ねえ、どうもどうもどうも。いやいやいや、レインボー。すごい声量、ありがとう。本当ですか？なんか、ご存知ないぐらいのリアクションじゃないですか？存じ上げてるに決まってるでしょ、それ。レインボー池田くんはね、それさ、同じグループだから、同じ吉本坂46のメンバーです。そうですよ、メンバーですよ、そりゃやっぱり。冬眠したやつですね。冬眠に入った、冬眠に入ってますから。解散でしょ？解散じゃないです、冬眠にね、冬眠に入ったところで。池田はずっとまだ諦めてないって言ってますから。失礼なこと。私も諦めてませんよ。何です、何を諦めるんですか？山本さん、もう秋元さんは終わる気ですって、それは。そんなわけないよな、あの秋元さんが。ここは初めまして。初めて。あのね、でも初めましてかもしれないけど、はい、でもちょくちょくあのニアミスはありますよ。あ、はい。それはあの、だって吉本坂の、はい、あの決まる時とか、はい、そうですよね。あれも、はい、我々はなんかこのエントリーナンバーいたけど、はいはいはい、その別の席にいました。はい、なんか いましたよね。受かった時のリアクション要因みたいな、はい、そう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 、はい、そういうのあったんですよ。それで呼ばれて池田のお母さん隣に座らされてそう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 。でも一個ボケなきゃと思って池田の泣いてるお母さん撫でてるってボケやって、めっちゃ受けたんですよ。あれ面白かったね。スタッフさんが飛び込んできて、変なボケしないで俺あれ以来吉本坂大っ嫌いなんですよ。申し訳ないですけど。嫌いだよ。スタッフさんにそんなこと言われて呼ばれて。正直俺ね、レインボーって関西の芸人っていうなんかイメージが
ちょっとあって関西からなんかよく来る、うん、来たよみたいな感じだけど違うんでしょ。全然全然違いますよ。東京ですよ。池田は確かに関西でしたけど、関西で池田売れない子役10年やってる黒歴史とかもありますし。関係ないですけど。いいですか。いいそこ。売れない子役を10年やって、はい。だからその時代もあったんで、うん、その先生バイバイとか言うんで、うん、中学校時代はいけすかないって理由でいじめられたり、うん、してましたし。ああなるほどね。それを一旦経て東京に出てきて、はい、NSC に入り直して、入り直して見事そうです今ドゥーンと。なんで吉本坂センターまで行ってますからね。そりゃそうですよ。中学校時代行けすかなかったやつセンターまで行ってますから。センターよ。ほら、うん、そりゃ言っても人気チャンネルですよ。すごいんです。いやいやもう本当にあれ、いや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 、もうだってもうそりゃ言ったら若者に絶大なる人気が今あるわけでしょ。本当にもう苦肉の策っす。本当に何やってもうまくいかなかったんですよ、うん、面白そうっていうあの番組で優勝して、うん、絶対売れると思ったら、うん、同じ年にひょっこりはんが出てて、ひょっこりはんがドーンといって、うん、次の年の面白そうでは、うん、去年は何と言ってもひょっこりはんを輩出って言っても優勝がひょっこりはんみたいになってて、うん、もうでネタパレ行って、うん、ネタパレ1年半出て、うん、ゴリ押しされて、うん、ゴリ押し5組がいたんですよ、うん、俺ら EXIT 宮下草薙加賀谷四千頭身、俺ら以外全組売れて、もう俺らってほんとダメなんだね。もう苦肉の策で YouTube で毎日コント上げるっていうのを始めただけですから、もう本当に。だけど言ってもね、まあ、10代20代その辺もわしづかみでしょ。いやわしづかみなのないですよ。俺はほんとパチンコ屋であの50のおじさんに声かけられたりするぐらいですよ。結構その世代抑えてるんですよ逆に。じゃあ俺と一緒だな、はい、だから慶長さんの層と自分やっぱ YouTube であのよくあのワンチャン狙ってうまくいかなくて切れるみたいな男のやつ、うん、多分慶長さんもすごく分かってくださると思う。なるほどね。それだからもうその50、40の男のモテない方にもう鬼刺さりしてるんですよ、うん、はぁ、そうなの。パチンコ屋で声かけられる率半端じゃないですよ俺。あー、はい、いやいや、もともとさ、レインボーって、確かレインボーではないんだよね。違います。僕ら3年目の時にお互い解散して結成しました、はい、池田はあのおばたのお兄さんと組んでて。そうっすよ。そう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 、俺それ、この間、それこそ、はい、だから吉本坂の楽屋で小畑が来て、はいはい、で俺となんか庄司兄さんと、はい、あと七木君かなんかいるところで小畑が来ていろんな話してる時に、実は僕っつってその話してえーってなったの。あ、そう、で池田と組んでたのっつって、はい、そうそう、僕池田と組んでて、で結構その時良かったんでしょ最初の頃。そうですね、劇場では割と劇場では本当ワーキャーって感じです、うんうんうん、もうキャーって言われるようなコンビでした、うん、ただいかんせんもう仲が悪くて、いやこれはちょっと、もうね、そうなの、この2人の喧嘩は犬も食いませんよ。あ、そんな感じ。1年間会話ないんですよ池田と渡って。ネタはやってもネタも新ネタを僕が書いて小畑に渡して練習せずに舞台みたいな感じで。うそ、ようやってたなって今思います。そんな3年間だったの。そうです、ラスト1年がそんな感じでしたね。で自分が先に解散して、うん、それこそ森川、うん、知ってらっしゃる、うん、森川って野球の、はい、2人とも野球でお世話になる。俺らの森川組んでて、うわ、はい、そうなんだ。誰ですか森川。いやだからガッチンっていうあの小畑の野球チームの中で結構若い子がみんな、若い子って多分ここら辺が趣味になってやってるのがあったの。ほんでだからその小畑の相方で森川っていうのの相方だったわけ、はい、今もう慶長さんだけはめちゃくちゃテンション上がってますね全部の登場です。お互い野球してたのも元の相方って感じですね。そうですね。そうだからそうなんだよ自分本当極楽とんぼさん大ファンだったんで、いや自分はなかなかですよ。でしょ、ほえだまも聞いてましたし、テレビ不適合者も持ってましたし、あ、すごい、はい、めちゃくちゃ好きやったんや。そうですよ、もうほえだまの山本さんがスペシャルウィークで CD 全部、めっちゃ嬉しいCD を全部リスナーに渡すみたいなのもめっちゃもうメールとかしてもうわ全然読まれねえみ
たいな、映画のパンフレット、ね、そうそうそう、山本さんのコレクションを自分で買って全部渡すみたいな、そういうのも、あ、そうだった、だからあれだから、そうよ、だから、はい、あの不適合者は演出はマッコイだった、ね、そうですよね、後で知ってマッコイさんと一緒に作ってらっしゃった DVD でね、そうあれは興奮しましたよ、そういうことだったのね、俺吉本坂で立ち位置守らへんおっちゃんぐらいにしか思ってない、ふざけんなよお前山本さんだぞ、どこ立ってんのあのおっちゃんぐらいしか思ってなかった、超かっこいい、超そんな、すごい差があります、お前さ、お前さ、でもちょっと僕どっちかというと池田さんなんです、うん、僕もはぁ、あの歌詞覚えないし、はい、そうです、段取り頭入れないじゃないですか、はい、めっちゃ腹立つ時あるでしょ、あ、そうです、はい、そうです、はい、いや、ただ池田お前、山本さんにお前池田は池田でちょっとこうイケメンイケジョのクラスなの、アイドルっぽいやつなんで、そこはそこで吉本さんの中で、で我々はもう言ったら言い方悪いけどチンドン屋さんみたいな、あのまあね、あの方がにぎやかしのもうなんですかね、こっちの方はちゃんとこうアイドルとして機能してる、いいんだよそれ、山本さんの良さなんだから、お前が言うんだ、そうです、チンドン屋さんが芸歴上すぎるんですお前チンドン屋さんは上だろ、大概怖い、街で見たことある、俺ら稽古しててちょっとでも押したらチンドン屋さんがもうそろそろかみたいな顔でいいよ、もうそしょうがない、チンドン屋さん遅くて早く帰りたいじゃないですか、あと集まらねえしな、集まらへん、人が集まらないのよ、いいんだよ上田のほうは、そこはそこで本当悪かったと思う、入り口近くに座るしチンドン屋さんいいだろお前、早く帰りたいから、奥の方は奥の方でもうなんかこう若い子たちがわっと言うから、なんか手前ぐらいに座っといた方がいいのかなと思って、お前本当は奥行っていただくんだからな、お前の若手がお前手前座れよお前、いやいや何言うの、すいません、チンドン屋さんずっとパーカー着てますし、ジャンプいいからずっとパーカー着てやってますし、チンドン屋さんお台場にあのめちゃイケブース当時絶対あったじゃないですか、それみんなで行って当時カズトリ団の免許証があったのよ、で免許証を一人一枚どれ買う8人ぐらいで行って、やっぱ山本さんの取り合いになるんですよ、そうでしょ、岡村さんよりも山本さんの方が人気ありました、いいよ、でじゃんけんで俺一番に買って山本さんのずっとお財布に入れてましたもん、マジで、あの事件あった後もずっとお財布に入れてました、まあ事件性のある、まあ事件じゃない、まあちょっとつまずいた後ね、はい、ありがとうね、それはすごいなぁ、フェッシーな、じゃあ今あの事件の時もなんですけど、うん、その事件じゃないらしいよ、事件じゃない、まあ、2006年はい、あざみまして、その時、その3日後ぐらいに自分すぐ夏合宿があったんですよ、バレーボールあれ7月ね、でも、だったから本当にそれで頭いっぱいで、俺山本さんのあの食活にで、うちめちゃくちゃ顧問が厳しくて、めちゃくちゃ殴ってくる顧問だったんですよ、うん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 、でも、初めて殴られる痛みより胸痛い方が痛いんだって知りましたもん、山本、うん、さんのこと考えたら全然ビンタ痛くないみたいな、何歳それが17歳か18歳後輩、ああ、なんかおいしい、いやあ、謝ってください、公認の胸をね、痛みつけてるわけだよね、そうそうそう、はい、その説はもう、僕はね、バレーボールの合宿、あの、身が入らないようなことをして、誠に申し訳ございません、はい、山本さん、確かに、バレー部仲間がもう復帰しねえよと言ったのを聞いて、うん、俺はみんなに掴みかかったりもしましたがこのように復帰していただいて嬉しいです、ありがとうございますあれからやっぱり10年かかったからね、本当に良かったです、いや嬉しいですよ、加藤さんともあるんですか、加藤さんともなんかお会いした時めちゃくちゃ嬉しかった、はい、うん、その不適合者の話とかもさせていただいたりして、うん、でも加藤さんめちゃくちゃかっこよかったのが、うん、自分ら面白そう優勝して、うん、そのままもう、ね、もう6時間後すっきり生放送、はい、あ、なるほど、あるんですけど、それ出させていただいて、その後打ち上げみたいなものに参加させていただいて、うんうん、でその時に優勝した後すぐ自分吉本の社員さんの元に我々行ったら、うん、その社員さんが、あ、お前ら優勝したんだみたいな、うん、絶対売れねえけどなって言われたんですよ、まあまあちょっと冗談なんですけど、まあまあ、いやでもちょっとやめてくださいよ、いや見えないなでも、うん、でそれをその打ち上げで、いやお前ら頑張れよって加藤さん言ってくれた時、いやでも吉本の社員さんにこういう風に言われてって言ったら、それ誰それ誰だよ、またまたあのすぐ犯人探しがするから、よくねえな、それ誰だよ、くねえよ、若手にそれ言われたんだろ、よくねえ、それ誰みたいな言われて、うわ我々若手のために、はい、
こんな温度になってくださってでも嬉しかったですやっぱ加藤ちゃんもねその時はもう一人でずっとやってたからそうですねやっぱり極楽とんぼという野望をね守ってずっとやってくれたんでね嬉しい本当にその説はね本当ありがとうございます謝ってください加藤さんえ加藤さんに謝ってください俺が今ここで、うん、加藤ちゃんに、うん、加藤ちゃんあの本当その説はすまなかったな加藤ちゃんこれからもよろしくなそんな悲しみビデオレターみたいな感じそんな感じでもね伝わるんですか伝わると思うからもうテンションでもびっくりしたあいつは見てないからあなるほどあいつ見てないから、ね、あ息子が見てるあそうなんだ伝わる方法もしてる海星が見てるんだな海星が見て方法もするだからまあ一応言っとくから海星海星カトちゃんに伝えてくれなケイちゃんが謝ってたっつってよろしくな海星はいだからカラクルビデオレターなんですけどなんテンションがこれで伝わるからなぜなまるんですか広島出身のなまるじゃなかったんまあまあまあそれぐらいのもんがやっぱりそうちょっと入っちゃうと広島に出てくるかもしれないこれ珍しいっすねこのコーナーずっとやってきてますけど、うん、こんなに温度差があるジャンボちょっとキモいぐらいいや俺好きなんだからしょうがないだろジャンボすごいこれないっすねもうめっちゃあの山本さんがまた出るやろチンコ出し事件を起こした時にその後のすぐのラジオお二人のラジオで謝罪から始まるわけよ当時だって天才テレビくんとかはもうあの降りたりしまったり CM とかもなくなってしまったりしててそれで二人ですいませんでしたって言うんだけど結局お二人とも全く反省したいっていうのが子供ながらに分かんない反省全くしてないので、お互い押し付け合ってんのよまあなあの時お前が悪かったもんなはいやお前だろみたいなでずっと押し付け合って最後山本さんが「あオッケーオッケー大丈夫大丈夫」って加藤さんに「もう俺とお前の裁判だ」っていうもうこうしてでもこうやってククって笑ってんだで最後溜めて「てんてんてん」ぐらいで山本さんが「法廷で会おう」って言った時もう聞きながらもう「ああ面白い」って笑ってもう確かにそんな感じその時ってもうメンタルおかしくなりませんいやだけどえこれどういうことなんだろうお前さお前みたいな軟弱芸人世代で測んなよこの世代の芸人さんをめっちゃ落ち込んだ落ち込むわけないだろ逆に全部笑いにしたんだそれが極楽とんぼなんだよすいません熱くないですすいませんすまんじゃないすみません、いや、ジャンプも悪いやつじゃないから、はい、気づきましたジャンプも悪いそれはジャンプ悪いすみませんへぇ山本さん昔すっごい細くてもうダンサーとかも言われてる時期まあ言ったらもう紐とかもやられててねそうそう、俺はね、ストリッパーの紐やってたからめっちゃ浅草劇やってるじゃんちょっと知ってるの誰、紐とかもやられててねって言い方、言い方そうそうそういう時代もあったからそうなんだよあでもその紐とかなんか嫌じゃないですかいや自分で頑張りたいって思いましただからそういう時代があるからこそでしょお前ホント野望絵に描いたようなやつだもんな紐とかやったことないのいやないっすよダサくねえんだよそれが男の美だよそういう世代お前テレビで言えないことばっかしてた世代の芸人さんだぞじゃあもうちょっとまあまあまあ落ち着いた方がいいですねすいませんこいつが山本さんこいつまあまあまあこいつはこいつで言われたくないことまで言われたくないことまで言うてお前むちゃくちゃやってた世代だぞテレビで言えないようなことって何すかまあそれはもうそういうことじゃないそれはもう俺らのもう諸先輩からいろいろですよそんなのはすごかった時代があるんですからそんなのはねさすがに YouTube でもねピーしますよピーしますよピーしますえいつぐらいからその女性のネタっていうの、うん、女性はやっぱレインボーを組み出してちょっとドラマ風なネタとかやること多かったんでなんか僕が綺麗な方が良かったネタとか結構多くてなんかちょっとそっから勉強し始めましたそれ何年ぐらい前だから女性これはもう5年前とかですねああまだ5年だ2015私なんて私なんて、まあ
私なんて元祖はやっぱりその女性ネタみたいなすごい、なるほど、まあまあ女性で扮するネタが多かったですから、だからまあそういうのね、池田さんがそういうのちょっとやられるのを見て、あ、やっぱり女性感は出てるけどまだまだ私にはかなわないんじゃないかなっていうとちょっとあるの。あー、わかります。油乗ってるみたいなこと。やっぱ山本さんが引っ越しおばさんをやられてた時のあのよく知ってるね、あの色気引っ越し引っ越しお前めちゃイケあれで1時間やったの知らないの。あれ1本切れだけどな、あれ1本切れ、あれ1周切れ、確かによくやってましたね。いや俺は皿ちぎれるかと思いました、笑いすぎて。女性役もね、女性役はよくやってんのよ、はい、そう、はい、そう、あの太木和子さんっていうのも、あ、これも一回きりやって、でご本人からクレームが入って、はい、あ、二度とできない、だったりとか。やっぱ池ちゃんって結局こう女装しなくて女性になんないでしょ。そうです。山本さんは当時、もう小説使えないかもしれないですけどに加藤さんが旦那さんで二人で水かけてで、二人で肩組んで歩いていくっていうのをもうね、もう一瞬のやつだろ。あれもうあれがもう面白くて、それを後ろ姿で女装しないで表現してたんだよ。そうよ、表現者としてな。はい、すごい。武器言わずに、もう言わずに、そうそうそう、言っちゃったら、まあ、言えないもん。言えないから、そう、ホースで水をかけた。そう、もう最高だったすごいですね。え、それめちゃイケですか。めちゃイケで、まあ、あるシーンがあってだけど、まあ、言ってもその池田くんが今やってる女装っていうのもまあ5年ぐらいだから。そうですね、ちょっとやっぱはい、あの許可は必要ですよね。許可という許可すか、許可、許可という、いや許可というよりも、はい、なんだろうな、私もそういうノリはできるわよっていう、まだ今だかつて今もなおできるわよっていう、残ってるわよ、残ってるわよっていう、負けないわよって言いたいんですか。負けないわよっていうことかな。負けないって言ったらあれかもしれないけど、もう気づいた、今もう山本さん所作変わってって、お前はもう目元女性にしか見えんだろまつげこんな長かったっけって思ったら今すみません、ちょっとさすがにちょっと年齢的に何を言ってるのよバカいやもうなんなのよこの若造が、何言ってんの、もうまあまあごめん失礼なこと言って、いいよ若いって子はいいよね、若いっていうのはいいわね、逆にこれぐらいの方がいいよ、そうよ、ごめんごめん本当ね、あんたマジでママじゃなかったらマジ怒らせて、僕おばさんの方に入んないっすよ。おばさんなんて失礼じゃないよもうこういう世代ってさ、大体もう28ぐらいからおばさんみたいな扱いしてくるから、そういう風に扱う、何しなんだろこの子はもう、何もうおかしい、もうほんとくっさいっこして、めっちゃ下ネタ言うやん、もうやめー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 、下ネタ言うじゃないですか、何がよもう下ネタ言ってますよ、よくな、ごめんね今まで、いいのよ、いや合うかなとも思ったん、ジャンゴちゃん大丈夫だよ、ジャンゴちゃん、なんかジャンル違うって僕は思ってますよ、その何ジャンル違う、すごい50代のお姉さんをやられたら僕やらないですよ、そこはもう山本さんお任せしますよ、僕20代30代はやらせていただきますけど、私も20代30代全部やってるのよ、何よえママに、ね、今年で28とかだったもんね、そうよそうだね、そうよ、いや、サチやっぱり分かるんですけど、なんでジャンプも入ってんすか、そうだよ、だからなんでジャンプも入ってジャンプさんだったら入るよね、入るよ、一緒よ、もう当たり前じゃん、なんですか、あいつ、こいつ心から嬉しいっすよこれ一緒にできてる、いや幸せだ、心から嬉しいいや俺ほんとテレビオタクのその極楽友さん大好きな中二の俺が聞いたらもう飛び跳ねて喜ぶような面白い話を、いやー最高、じゃあちょっとそろそろお友達ご紹介で、もうそんな時間、もうそうですね、もう40分、お前40分え本当ですか、はい、一応用意したんですけどね、何あの山本さんがお好きかなと思って、うん、あのモノマネをこういう人用意したんですよ、じゃあちょっといいですか、はい、何で稼いでるかわからない六本木の薄着の金持ち、あーもしもし、あー全然今女の子と飲んでて、はい、あー全然大丈夫ですよ、
はい。はい。どっちなんですか。川合俊一さん合流する。それでやってた。マジで30年前。そんな人ばっかり。川合俊一さんよく。そういう時代ですね。はい、俊一さんもよく。はい、多分一度も絡んだことない。なるほど、はい、誰も知らないような人ダメ。もちろんです、大丈夫です、もちろん。それはケイチョンチャンネルというブランドを、それは傷つけないように、しっかりしてます。あの SNS も頑張って、 SNS めっちゃ人気あるやつとか、テレビでも活躍してるとか、はい、喋ったことはないやろうなっていう。ご安心ください。それは OKOKOK、 分かりました。友達欲しいですもんね。分かりました。友達欲しいからね。じゃあ最後に決め坊主言葉を世界に広げよう。ケイチョンの輪輪やっぱ反応早いですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい限りでございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。